私はお父さんに大事にされて、辛いなんてこれっぽっちも思ったことはありませんでした。明け方、じいちゃんは亡くなった。照れくそって言えんがよ、ありがとう一つがな、じいちゃんがついちょう。プレゼントだったんでしょ。小林さん褒めてました。二つ並んだ影帽子、よし、じゃあすぐに追いつくからな。